ってきました。真面目になれない、こちら真面目になれないさんのプレーンをまずは食べたいと思います。公園でね、食べます。いいね、この公園で食パンを食べる。しかもこのプレーンはちょっと出来たてらしくて、あったかい。まだうわでかうわ、もうパンやば、でかー、美味しそうだし、あったか、ちょっとぬくいぐらいですね。ちょっとこれを、湯気は出ないかな。はい、じゃあいただきます。うわ美味しい。やっぱこれ前マルシェで食べたことあるんですけど、水分量が多いって言ってましたね。でも匂いよ、匂い、うわ美味しい、マジで。うわうめえうまみっちゃんですね、これは。うまみっちゃんでした。はい、じゃあ次は3時の合図というですね、あんこですかね、あんこが入ってるパンをまた豪快にいきたいと思います。これすごいよ、またわー美味しそういや、あんこすごいね、これね、あんこすごい。いやこれ絶対美味しいでしょ、こんな。どうしようかな、まずはガブッといただきます。うわー美味しい、甘い、美味しそう。いやこれ、こんなあんこが入ってる食パン見たことないんじゃないかな、僕は。見たことないですね。じゃあちょっとまた贅沢にこの白いところをね、いただきます。うわ美味しい、ちょっと美味しい。いやでもなく美味しい。この店にも置いてあったこのピーナッツペースト、いや美味しそうです。これをプレーンにつけて食べたいと思います。わ、いいね、いい感じですよ。うわー、じゃあいただきます。うわ美味しい。ピーナッツペーストがいい仕事してる。いやでもピーナッツペーストにも負けてない食パンの美味しさはあるんですけど、いや僕つけた方が好きですね。美味しい、うまっ、うん、うわはい、いやね、めちゃくちゃ美味しかったです。でこの毎日ですね、食パンがあるわけでもないので、店舗に行ってみて、ある食パンとない食パンとかあるので確認してみてください。で植木にドライブスルーとかもできたので、ちょっと概要欄にも貼っときますので、ぜひ真面目になれないの食パン食べてみてください。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。